どうもこんにちは、ゆです。今日は2021年の12月31日ってことで、今回は今年読んでよかったなって本を紹介したいと思います。で、僕ここ 2,3 年ぐらい基本本を図書館で借りてるんで、手元にいない本はネットの写真とかを参考に紹介したいと思います。まず一冊目はこちら、熱帯。これは四畳半神話体系とかで有名な折見富彦さんって方が書いてる作品です。で、この折見富彦さんって言えば四畳半神話体系とか、あと夜は短し歩けよ乙女みたいな京都の大学生が主人公の作品が多いっていうイメージ割と強いと思うんですけど、今回の作品はちょっと違いました。で、まず東京にある国立国会図書館っていうところで働く森美さん、まあこれ作者さんです。で、森美さんが最初主人公なんですけど、その人がとある読書会に参加するんですよ。で、その読書会で一冊の本に出会うんですね。で、そこからその本を中心に話が進んでいくっていう、そういうお話です。で、全体的に結構不思議な作品で、同じ作者さんの夜行っていう作品に雰囲気がすごい似てました。で、読めばわかると思うんですけど、独特の構成になってるんで、ぜひ読んでみてほしいです。2冊目は盲目的な恋と友情。これは鏡の古城で有名な辻村瑞希さんの作品です。でね、これはね、すっごい怖い本でした。何が怖いっていうと、人間不信になりそうで、すっごい怖かったです。ズバリね、女同士のギトギトした人間関係で、表面上はね全然ギトギトしてないんですよ。でもこの小説一人称の文章になってるんで、心の中で考えてることとかがねすごい細かく書かれてるんですよ。で、女の人ってこんなこと考えてるのかなってすごい怖くなるんで、特に男性の方におすすめです。なんだろう、イニシエーションラブとか、あと湊かなえ作品が結構好きな方は絶対に好きだと思います。内容の方もね、最後全く予想できない展開になってて面白かったんで、ぜひ。3冊目はやがて悲しき外国語。これは小説ではなくってエッセイなんですけど、でもとんでもなくおすすめです。作者の村上春樹さんがアメリカで暮らしてた時の体験とか出来事が書かれてるんですけど、読みやすさ抜群だし、あとユーモアが溢れすぎてるんですよね。で、小説ではないからそこまで僕あんまり期待してなかったんですよ、この作品。でもね、そんなことは全然なかった。むしろね、小説と同じか、むしろそれ以上面白かったです。あと、
このやがて悲しき外国語は村上春樹さんの独特な思想っていうか考え方がところどころに出てくるんで、それもね見どころの一つでした。一つです。4冊目は折りたたみ自転車始めました。これもね小説ではないんですけどすごい良かったんでおすすめです。折りたたみの自転車でいろいろなところを旅する様子が漫画形式で描かれてるんですよ。で、そのね絵がねすっごい可愛いし、あとその旅行先の街のおすすめのお店とかがねすごいコンパクトに分かりやすく載ってて、すっごい旅行に行きたくなるんですよ。ちょっとお出かけしたいなっていう時におすすめしたい本です。はい、次は推しもゆ。これは芥川賞を受賞した作品です。短いんですけどとってもね凝縮された作品で、この作品は一人称の小説になってて、主人公が苦しんでる心の内の表現がすっごいリアルで良かったです。で、この作品を読んで一番に感じたのが文章の表現力がうますぎるっていうことでした。そんな言葉とかそんな表現思いつかないでしょうっていうことが言葉がたくさん出てくるんで、ぜひね読んでみてほしいです。で、しかもねこの推しもゆなんですけど、なんか21歳の人が書いたらしいんですよ。やばくないですか。もう将来有望すぎますよこれって感じなんでね、ちょっとぜひ読んでみてほしいです。6冊目はこちら、奇跡の経済教室。これはつい最近読んだ経済に関する本なんですけど、めちゃくちゃ面白くってねおすすめです。よく日本の借金は世界一とか、日本は2、30年デフレを抜け出せてないとか言うじゃないですか。でもそういうのって正直難しくって意味わかんなくないですか。でもこの本ではそういう難しいことがすごいわかりやすく説明してくれてるんで、めっちゃおすすめです。なんで日本が90年代の半ばから突然経済が止まってしまったのかなどについてかなりわかりやすく載ってるんで、ぜひね読んでみてほしいです。あとこの本は日本の経済に関する意外なことがめっちゃ書かれてるんで、読んだら結構びっくりすると思います。7冊目はこちら、新訳とある魔術のインデックス22のリバース。これ3月とかに読んだんでちょっと内容忘れ気味なんですけど、新訳の完結編です。まあ表紙にも写ってる通り速報さんがねすごい活躍してたんで、すごい好きでした。あと通常通りの上条さんで、この巻ではないんですけど新訳の終盤はアレイスター関連で過去のイギリスが出てくる場面があったんですよ。過去って言ってもずっと100年ぐらい前のイギリス、学園都市とかができるよりもずっと前ので、そのエピソードがね結構自分の中で読んでて面白かったです。そんな感じで新訳は全部読んだんですけど、新訳の次のシリーズ
創薬でしたっけ、まあ、まだ何も読んでないんで、関数がたくさん10巻ぐらいまで溜まったら一気に読みたいなと思います。っていうか、とあるシリーズっていつ完結するんですかね。てっきり新薬で完結するって思ってたんですけど。以上、7冊を紹介させていただきました。あれっすね、21年ももう終わりです。僕は正直嫌すぎます。これ以上年を取りたくないからです。っていうか、あと数年したら僕30歳になっちゃうんですよ。それを考えるとちょっと絶望的な気分になります。心の中まだ全然小学2年生ぐらいなんで、ずっと子供のままでいたいです。まあせめてね、残りのお正月休みを楽しみたいと思います。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価などなどよろしくお願いします。ではでは、また来年。バイバイ。